こんにちは、ジェームズ役の小高里瑛太です。お母さんがスクールオブロックのことを何も知らずに応募して、それで後から知らせて、僕はいつも見てたドラマなんですよ。それが、そんなのあるのと思って、それでも興奮してもう受けようって思った感じですね。最初になんか一次審査とかバイオリンだったんですけどね、それでどんどん行って、やっぱ歌がいいんじゃないかって、それで歌を猛練習して頑張って、1日10時間以上最低でもやって、それでピアノやって頑張りました。あのお母さんお父さんも、やったじゃんとか言って背中叩いてバシッとか言ったりしたんですけど、自分はその状況が把握しきれず、なんか動揺しちゃってなんか泣いちゃってるみたいな。音楽で人を笑わせる、かっこよくさせる、そんなバラエティが詰まった作品です。どうぞよろしくお願いします。見てください。